こんにちは、日野です。今回は、限定になるんですけれども、水金鈴っていうものが今プレゼントっていうか、まあ値段によって、購入金額によってプレゼントをさせていただいてるんですけれども、まあそれについて実際どういうものかっていうのを見ていただこうと思います。で、これについては、これが水金鈴というものですね。まあ昔から日本独自の水金靴っていうね、庭園でよくあるような、この水滴の音があると思うんですけれども、まあ、それを再現した、鈴、水金鈴というものになるんですけれども、実際まあどういう音かっていうのをね、ちょっと見ていただこうと思うんですが、ちょっとうまくなるかどうか、あれ、こんな感じですかね。非常にこう好評でいい音だっていうね、ことを、言っていただいてるんですけれども、まあ癒される音だと思います。ですから、まあこれをカバンにつけていただいたり、あるいは財布でもいいと思いますし、まあどっかに飾ってもいいと思うんですけれども、まあぜひ使っていただければというふうに思います。で、これをですね、今回は高波動処理をしています。で、何を使っているかっていうと、これがディオディアですね。こちらを使って、高波動化してお届けしていますので、まあ、もしよかったらですね、この水金鈴っていうのを使ってみていただければと思います。で、まあ、ちょっと今回はショップの方からですね、一応15,000円以上ご購入していただいた方にはこちらを一つで、その倍の30,000円の場合は、さらにもう一つっていうふうにして、してます。で、この、紐の部分と、実はこの、ここに、まあ、鉱石というか、使われているんですけれども、これが若干色と、この鉱石がいろいろ5種類ぐらい実はあります。で、まあ、その色に関してはもうこちらでね、勝手にランダムに選ばせていただいて、お渡しするということにはなるんですけれど、ちなみにこれは紫色です。こうか、こんな感じですね。で、こういうふうに、あるということで、まあ、非常に癒されるということで言っていただいている方多いですので、まあ、ぜひね、これも使っていただければいいなというふうに思ってます。水金、鈴ですね。まあ、水金靴の響きがを再現したものになるんですけれども、人の悪意や嫉妬を跳ねのけ、穏やかな生活を築くと伝承されていますということで、まあ、こちらの方、まあ、売ってはいます。売り物としてもあるんですけれども、今回は特典としてちょっとプレゼントっていうのをさせていただいておりますので、まあ、興味があればですね、また、メルマガの方に、そのあたりは書かせていただいてますので、またよかったらメルマガの方も登録していただければと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。